星座大学は、神奈川県足柄下郡箱根町線石原817の255に本部を置く日本の私立大学である。2004年に設置された。主に社会人を対象とした通信制の大学であり、学校法人国際学園が2004年に設立した。足別キャンパスの校舎は1954年地区のレンガ造りで9、旧。 足別私立来場小学校の校舎を使用している。校舎と体育館は2007年12月7日、国によって登録有形文化財に登録された。学生の半数以上が教員や公務員である。身近なことから共に生きることを科学する。共生の理念で結ばれる教育、福祉、環境、国際関係などの分野を集中的に学ぶことも、 横断的に学ぶことも可能。通信制大学としては、日本で唯一環境分野を学ぶことができる。また、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校のすべての学校種の教育職員免許状の取得のほか、社会福祉士受験資格、社会福祉士児人用資格、支援教育専門士、ピアヘルパー、教育カウンセラー、 エースサポーターなど様々な資格の取得が可能。スポーツ身体表現専攻を設置し、通信制大学で唯一、中学校、高等学校の保健体育の免許の取得が可能となっている。なお、大学通信教育における特別支援学校教育職員免許上の教職課程の設置校としては、2009年現在、全国に4校しかない大学の一つとされている。 支援教育専門士特別支援教育の基本的な仕組みから発達障害等に関する医学的見解やアセスメントの方法から支援の方法まで現場で役に立つ幅広い内容で構成されており、教員、支援員等教育関係者は医療、福祉関係者、保護者などを主な対象としている。プログラムの指定科目の単位を習得することにより、 支援教育専門士の資格を取得することができる。また、本プログラムは履修証明プログラムとして、すべてのプログラムの修了者に対して、法に基づく履修証明書が交付される。上記のほか、生活哲学に基づく、生活、地域ファシリテーター育成プログラムも開講している。特別支援教育を専門に学ぶことが可能。教育カウンセラー補エースサポーターなどの資格取得。 学士という学位は、星者大学でしか得ることができない。在籍年限がない。卒業要件を満たしても、卒業せずに、学業の継続が可能。一科目からの履修が可能。スクーリング会場を希望に応じて設定してくれる。ボランティア活動、インターンシップなども単位として認定される。二年次から四年次への編入が可能。 文化審議会制査代行者などを国の有形文化財に西洋美術館本館は十分に。北海道新聞、教員紹介共生科学部、専攻・通信制大学政策大学。ありがとうございます。